ちょっとね、今日はね、分けありのワインを一本紹介します。で、これなんで僕今まで教えなかったかというと、僕がね、家族でね、飲むときとか、うちに兄弟とかと飲むときに、ほぼ必ずと言っていいほどこれは開けるんですよ、一本は。なんでかっていうとね、めちゃくちゃうまいんです。うまいんだけど、めちゃくちゃ安いんです。理由付きで。はい。で、今日ご紹介するワイン、概要欄に入ってますが、こちら。アリル。っていうワインですね。日本で一番の、まあ、日本一のですね、カリフォルニアワインのインポーターさんの中川ワインさんってところが売ってるんですけれども、これね、7000円とか8000円ぐらいで買えるんですよ。7、8000円ぐらいで買える、カリフォルニアワインなんですが、これ何がすごいかっていうと、もともとはね、3万円で売られる予定だったワインですよ。ワインなんですよ。で、なんでこれ、こんな安くなってんのっていうと、もともとね、このアリルさんってところって、もうこのワイナリーもないんですよ。てか正確に言うと、このワイナリー、そのワイナリーごと、ファンドに買収されちゃったんですよ。で、買われちゃって、どうなったかっていうと、これ作ってた人たちは、在庫のこのアリルっていう在庫のワインが大量にあって、このワインを売らなくちゃいけなくなったんですね。そう、自分たちで処理しなくちゃいけなくなったんですよ。ところが、売ろうにも、売るチャンネルもないし、このアリルっていう、ここの、ファイナリーも終わっちゃうから、新しく作るわけにもいかないから、売り続けることはできないから、まとめてガバって買ってくれる人を探してたっぽいんですよ。そしたらこの中川ワインさんって本当カリフォルニアワインでめちゃくちゃ有名な、もう日本トップというか、世界にも名を轟かすようなインポーターさんなんで、まとめて買ってくれませんかって連絡が来たらしいんですよ。で、それで中川ワインさんがどうやらまとめて買ったらしくて、で、結果どうなったかっていうと、もともとはアメリカの卸値とかで、卸値とかがあって、それで日本のインポーターさんが買って、でそこに、まあ、販売価格を乗っけて売るので、だいたい日本の本来の定価は、これ3万円ぐらいするワインなんですよ。2万9000円から3万2000円ぐらいの間ぐらいだと思います。はい。それぐらいのワインなんですよ。本来はね。ところが、まとめて樽ごとガバッと買ったんで、その中川ワインさんが。で、しかもそれを、あんまりなんか変に利益をバコバコ乗っけないで中川ワインさんで良心的なんで出してるので、結果、本当は3万円で売るはずだったのに、今なぜか8000円くらいで買えるんですよ。っていうワインで、で、僕もこれケース買いしてまして、それぐらい美味しいんですよ。で、僕、最近よく飲むのは2014とか15とかあの辺飲むんですけど、これ一応2017なんですけども、開けて、まあ、すぐももちろん美味しいんですけど、開けて1日ぐらい置いといても全然美味しいです。1日目、2日目、3日目ぐらい一番美味しいかもしれない。カリフォルニアワインのこの若いやつはね、最近のやつだったら強いんで、だからこれね、もうね、値段とかをうちの兄弟とかあんま知らないんで、ね、何本かけると、5万とか6万ぐらいするワインを横で開けてんのに、こっちの方がうまいって言ったりとかするんですよ。まあでも、まあ当たり前ですよね。もともと3万円で売られるはずのワインだったわけだから、もうそれぐらいのポテンシャルあるってことで。で、分けありです。なんでかっていうと、そういう風にファンドに買われて、で、浮いちゃったワインを全部長ワインさんのところから買って、長ワインさんがすごく良心的に出してるから、たまたま安いだけで、すぐ買えなくなります。てか、もうなくなります、これ。もう作ってないんで。はい、そんなアリルですね。概要欄の方にリンク入ってますんで、興味ある方よかったら見てみてください。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらに、チャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。